佐藤茂雄5月7日から2015年11月20日は日本の実業家、京阪電気鉄道最高顧問、大阪商工会議所会頭。神奈川県横須賀市生まれ、祖父も父も大日本帝国海軍の軍人だった。父は第二次世界大戦の時にインド洋で戦死した。父は長男を立派に育ててくれという遺書を書いていて、佐藤が悪さをすると母に、 それを見せられた。そんなこともあって小さい頃海軍に憧れていた。京都大学に進学して、ボート部に所属した。1965年3月、京都大学法学部を卒業した。1965年4月京阪電機、鉄道株式会社入社。1995年6月、同社取締役。1999年6月、同社常務取締役。 2001年6月、同社代表取締役社長。2003年6月、同社事業役員社長。2006年6月、陸運及び観光関係功労者近畿運輸局長、表彰受賞。2007年6月、同社代表取締役 CEO、取締役会議長。2010年、大阪商工会議所会頭。2011年6月、 同社取締役相談役。2013年6月、同社最高顧問。2015年11月20日死去。74歳没。2017年の京阪プレミアムカーデビューを前に旅立った。没後に13位に上され、朝日大受賞を追贈された。また、大阪商工会議所会頭の公認には、小崎博士が就任した。ありがとうございます。